押川修一郎は日本の政治家。元宮崎県斎都市長、元宮崎県議会議員。宮崎県との氷村に生まれる。との氷村は1958年4月1日に斎都町に編入され、斎都町は同年11月1日に市政施行する。斎都市立との氷小学校、斎都市立との氷中学校。 宮崎県立本城高等学校卒業。2003年の宮崎県議会議員選挙に、西都市選挙区から無所属で立候補し初当選。2007年の県議選は自由民主党公認で再選した。2011年、西都市西村村選挙区において参選。2015年に4選。2016年9月2日、県議を辞職。 二千十七年一月二十九日に行われた西都市長選挙に出馬。現職の橋田和美との一騎打ちを制止初当選した。二月五日、市長就任。当日有権者数二万六千二百五十八人。最終投票率六十七点五五パーセント。二千二十一年一月二十四日に行われた西都市長選挙に自民党の推薦を受けて立候補するも、 前職の柱に破れ落選。当日有権者数25,096人最終、投票率65.22%。ありがとうございます。